小津は実は若い頃から、特にその1930年代の頃から、まあやっぱり当時は日本ではグラフィックデザインというものがようやく勃興してきた頃なんですけども、小津はやっぱりそういう感性を映画の中にだんだんと取り入れるようになってきます。で、特に1930年代の終わりなどには、彼は、いくつかの、友人の映画評論家とか友人の監督のためにブックデザインをやったりすることもさえあった。これは秋日和の、彼の、自分で書き写したシナリオなんですけれども、必ずその表紙などを見ると分かるんですが、彼なりのやっぱり必ずデザインって言いますか、彼はレタリングが大好きで、で、まあ、自分で文字を書く、それから小津の場合非常に大切なのはタイトルデザインですね。タイトルデザインも、特に第二次大戦後の映画は自分で字を書いているし、自分でデザインをするということも本当によくありました。小津は多分映画の最初から最後までの本当にコントロールというものに対して非常に意識的であったということがよく分かったということが言えます。それがさらに花開いたのが特にカラー映画になってからです。このようにですね、非常に演出の中にこういう色彩感覚を生かしたやり方を導入するのもそうですし、それから自分自身映画の中のいろいろな、こう例えばこう飲み屋街が出てくるとバーがいっぱいありますけど、そのバーの看板一つ一つを実は小津が原画を描いて、その原画をもとに美術のスタッフがその立体的な看板に作っていくという感じで、映画の中に作り込んでいるいろいろなものを実は小津自身が考えている。